いいぜ。アロハ。Thank you. Oh. ありがとうございます。いやー、しかし、さすがハワイだな。どこも、なんつうか華やかだ。気に入ってもらえてよかったです。私が普通に歩ければもうちょっと紹介できる場所もあったんですけど。そんなことはねえって。エイちゃん、車椅子は長いのかい？いえ、仕事帰りに事故に遭って、それ以来だから 4,5 年ですかね。事故か、大変だったな。ええ、まあ。春日さんのお友達はどうだったんですか？車椅子も。なあ、こっちも事故だな。赤ん坊の頃には歩けなくなっちまったんだ。俺は10代の頃にその人と会って、何年か付きっきりで車椅子を押してた。俺はその人の足代わりになりたくて必死だった。でもそんなことあの人は望んじゃいなかった。もう少し早くそのことに気がつけりゃな。春日さん。な、ああ、終わり。独り言だ。大切なお友達なんですね、その方。ね、そうだな。兄弟みたいなもんだと思ってる。兄弟。まあ、こっちが勝手に思ってるだけだけどな。道、こっちでいいんだっけか？あ、はい、大丈夫です。よっしゃ。春日さんはきっとお友達がたくさんいるんでしょうね。なんていうか、気安く話せる雰囲気がありますよ。ありがとうよ、エイちゃん。もしよかったら今度日本でダチを紹介するぜ。そんな、私なんかきっとお邪魔ですから。大丈夫だって、どうせ暇しちゃってっからよ。さっき春日さん言ってましたけど、お住まいは横浜だったんですね。なあ、偉人町だ。初めてあの町に行った時は俺、銃に撃たれたばっかでよ。そこのホームレスに命を助けられたんだ。さすがに今のは話盛りましたよね。本当だって、俺人生で一度も嘘ついたことねえんだ。また盛りましたね。ほら見てみ、ここの胸んとこまだ撃たれた傷が残ってんだ。本当だ、それ本当に銃の跡なんですか？おう、その時俺を助けてくれたのがさっき言ってた俺のダチでさ。一度会社に勤めたんだがよ、最近また無職になっちまったんだ。ああ、そうだった。なんか思い出してきちまった。俺のせいでみんな仕事にあぶれちまって。どうしちゃったんですか、春日さん。ああ、すまねえ、まだどうも引きずっちまっててよ。詳しい話は分かりませんけど、春日さんのお友達ならきっと気にしてませんよ。優しいこと言ってくれるじゃねえか、エイちゃん。どういたしまして。春日さん着きました、ここです。お、ここか。じゃあお邪魔するぜ。
どうだい、エイちゃん。なんとかなりそうかい。今、デジカメの画像を解析にかけてみます。すぐに結果が出ますよ。すげえな。俺はそういうのからっきしでよ。強盗を返り討ちにしちゃう方がすごいですよ。解析終わりました。封筒の住所、読めそうです。おお、すげえ。どうなってんだこりゃ。お役に立ててよかったです。いや、助かったぜ。ありがとよ、エイちゃん。なっ、あ、お前タクシーの、サビサビ、こいつらで間違いねえんだな、富澤。あ、はい、間違いないです、山井さん。はあ、なんだこいつは。あれこいつ見た顔だぞ。あ、どこでだっけか。ああそうだ、春日だ。春日一番。へえ、驚いたな。お前ら知らねえのか、極道大解散の MVP だよ。え、何しに来やがったお前ら。下手打った強盗が逆入りしてわざわざお礼参りかよ。富澤君のタクシーが札に押収されちゃったんだけど、あれ俺んとこの組で貸してた車なんだよ。組って、ハワイにもヤクザがいんのか。ガイドブックには書いてないだろうな。でだ、弁償してもらいに来たわけ。金持ってるようには見えないけど、あんた健康そうだし工面はできそうだ。山井さんつったかい。こっちの極道にもそれなりのやり方があんだろうが、今回はどう見てもお門違いだ。弁償なら俺じゃなくてそいつにさせな。それができたら俺も苦労しないんだがな。ちゃんと三食食ってるか。こんな簡単に骨いっちまうなんてかわいそうに。なんてこと。こいつはもともと俺らに借金抱えててよ、稼ぎ口がねえってんで仕事させてたんだ。なのにタクシーまで取られちまって、そのパソコンも良さそうだな。いい加減にしろ。エイちゃんを巻き込むなんざなおさら筋が飛んねえだろうが。あの春日さん、封筒の画像データが PC に。まだコピー取ってないんです。だからこの PC 取られちゃうと。分かった。でも大丈夫だ、エイちゃんに手は出させねえ。やる気満々だな。寒いから早く帰りたいんだけどよ。なあ、その格好は暑くねえのか。寒いよ、ハワイならあったけえと思ったのによ。困った話だ。さあ始めるか。春日さん、私もサポートしますから。ありがとよ、エイちゃん。頼りにしてるぜ。ガンガン行くぜ。おいおい、
倒れんじゃねえぞ。受けてみな。だらしねえな。おらよ。大丈夫か、エイちゃん。大丈夫です。ただ復旧に少し時間が。中の分析が完了しました。ガンガン行くぜ。おら。やってやるぞ。カスカさん、攻撃のチャンスです。エイちゃん、追っ手が来るとも分からねえ。逃げるぜ。は、はい。
い。 PC は無事です。住所の画像データ守りきりましたよ。今春日さんのスマホに送ってあげましたから。本当か。俺のせいで怖い思いさせちまったな。でも根性あるぜ A ちゃん。そんなやるしかなかったってだけですよ。やるしかねえ時にやれるのはすげえことだ。ありがとな A ちゃんは俺の恩人だ。春日一番か。じゃあ春日さん、お世話になりました。こちらこそだ。本当世話になったよ。 A ちゃんにはすっかり迷惑かけちまって。いやいいんです、そんな。こっちもなんかいい経験させてもらいました。自分がヤクザと乱闘するなんて思いもしなかったですから。確かにな。それに春日さんは私と自然に接してくれましたよね。車椅子のこと左利きと右利きの違いくらいに見えてるっていうか、そういうの新鮮で一緒にいて楽しかったです。参ったなこりゃ。もっと褒めてくれ。時間さえあればいくらでも。じゃありがとな A ちゃん。落ち着いたらまた会おうぜ。ええ、ぜひ。旅のご無事を祈っています。お元気でね。ボンボヤージ。ええ、ボンボヤージです。春日さん、ここが茜さんの家か。なんて呼び合いんだ。母ちゃん。いや、それはな。よし。あかねさん、私、春日一番と申します。沢城の頭に言われまして、はるばる日本から参りました。ん？あれ？ごめんください。あ、留守か。ごめんください。
それで目が覚めたらビーチに寝てた。はい。それも全裸で。はい。でも自分には全く身に覚えがない。はい。もう少しマシな言い訳をするか、おとなしく罪を認めてくれねえか。お前みたいな日本人が後を絶たねえおかげで俺は飯食う暇もねえんだ。嘘みてえな話だってのは自分でも分かってるよ。だけどしょうがねえだろ、マジな話なんだからよ。薬物反応もなし、ラリってたわけでもなく、全裸で往来をのし歩いたわけだ。変態って言葉は日本発祥らしいが、さすがは本場だなあ。聞けよ。だから俺は被害者なんだって。身ぐるみ剥がされたんだよ。パスポートも財布も着替えも全部取られちまったんだって、あいつに。よ、ごめんください。ごめんなさい、ちょっと待って。お初にお目にかかります、あかれさん。どちら様。はい。いやこりゃうめえや。よかった、ちゃんとした料理を出せなくてごめんなさい。いやいや、すげえごちそうだよ。景色もいいし。それよりすまねえな、突然押しかけちまって。びっくりしました、茜さんの息子さんだなんて。息子か。どうなんだろうな、自分でも全然実感ねえんだけどよ。そうなんですか。なんせ生まれてこの方、会ったこともなければ顔も見たことなかったからな。それに俺にとっちゃ町のババアたちが母親みたいなもんだった。だから俺にとって茜さんは実の母親っつうよりも俺の大恩人が惚れた人って感じなんだ。だからこいつを茜さんに渡してあげたくてよ。それは？その大恩人の位牌なんだ。生きて会うことは叶わなかったけど、せめてね。そう。しかし俺の方こそ驚いたぜ。茜さんにメイドがいるなんて聞いてなかったからよ。メイドっていうほど本格的なやつじゃなくて、
買い物とか家事のお手伝いって感じかな。本業は大学生で留学でこっちの大学に来てるんです。なるほどな。そうだ、名前聞いてなかったな。改めて、俺は春日一番ってんだ。あんたは？千歳って言います。よろしくな、千歳さん。それで茜さんはいつ帰ってくるんだ？今日は戻らないって聞いてます。帰りは明日になるって。だから今日は泊まっていってください。お部屋も用意しますから。そうか、何から何まですまねえな。いや、明日会うのか。腹くくったつもりだったが、またそわそわしてきたぜ。はい、お酒でも飲んでリラックスしてください。おう、ありがとな。パイナップルのワインか、こりゃうまいな。ハワイの隠れた名産品なの。気に入ってもらえてよかった。いや、もう飲むもん食うもん全部うまいよ。さすがハワイだ。じゃあそんな春日さんにとっておき。ねえ、ハワイといえばラム酒、サトウキビから作ったお酒ね。これすっごい美味しいの。こりゃまた強いの来たな。ラム酒好きなんて千歳さん、あんた相当酒豪なんだな。春日さんこそいい飲みっぷり。体もすごい鍛えてそうだし。私マッチョな人好きなんですよね。そりゃ光栄だ。あの千歳さんよ、ちょいと近くねえか。そう？そうだとも。あんたみたいな素敵な子がそんなんだと、野郎どもを勘違いさせちまうぞ。好きな人とは距離近くなっちゃうんですよね。春日さんいい人そうだし安心しちゃう。あ、やっぱりすごい鍛えてる。ボクシングとか？いやいや、そんな大層なことはしてねえよ。あ、つうか、やっぱ近いって千歳さん。おいおい。やっぱり春日さんっていい人ねえ。春日さん、なんだい。茜さん今日は帰ってこないんだけど。俺は飛んだ過保問題、ハワイに来た甲斐があったって問題。本当に嬉しいぜ千歳さん。でもすまねえ、俺は心に決めた人がいるんだ。恋人さんだったらよかったんだけどな。嫌われちまってよ。なら別にいいじゃない、バレるわけでもないんだし。いや、これは俺の心の問題なんだ。すまねえ。やっぱり春日さんっていい人。ごめんごめん、今のは情報だ。ちょっと悪乗りしすぎたね。飲み直そっか。はい、改めて乾杯。これさっきのラム酒だよな。大丈夫かな。何言ってんの、男見せろ春日一番。よし、そうだな。よっしゃ、乾杯。これは強烈だ。千歳さん、あんたまだ平気な。なんだこれ。さすがにすきっぱらに飲みすぎたか。すまねえ千歳さん、グラス落としちまった。千歳さん、最初からこうしとけばよかった。え、おやすみ
春日さん。Surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのか？その後、30分にわたり市街を歩き回り、駆けつけた警官に現行犯逮捕されて、ここにいると。俺はただ、茜さんの家を探してただけなんだ。茜さんか。生き別れの母親に会いにわざわざ日本から来て、メイドに身ぐるみ剥がされたっていうのか？頼むから信じてくれよ。信じてくれ？お前、自分の状況が分かってるのか？すっぱだかどころか、財布も ID もパスポートも持ってない。お前はジョン・ドゥってわけだ。日本じゃ、七死のゴンベイだったかな？そんな奴の言うことを誰が信用する？あとお前にできることと言ったら、その母親ってのに連絡して代わりに罰金を払ってもらうくらいだな。電話くらいは貸してやるぞ。番号知らねえんだよ。連絡の取りようがねえ。ふん、頼れる宛すらないか。じゃあ何でもいけるな。え？何がいいかな。せっかくだ、なるべく重たいやつがいい。あったかな。おい、どうした？ああ、そうだ、あれがあった。半年前のことだ。観光地にほど近いリバーストリートで強盗事件があってな。被害者は金品を奪われ、その際全治3ヶ月の大怪我を負わされた。何の話してんだよ。しかし現在まで犯人検挙には至らず、事件は迷宮入りしてる。この凶悪事件の解決は警察の威信に関わるのに。困った話だよな。話が一向に見えねえぞ。簡単だ。お前にその犯人になってもらおうと思ってな。はあ？お前の入国時期を証明する手立ては何もない。筋書きならいくらでもでっち上げられる。市民は凶悪事件の解決を知り安心できるし、警察はその威信を保てる。いいことだらけだろ。てめえ、あった、いいぜ、手を挙げてくれてよ。その方が好都合だ。
取り調べ中に暴行に及んだ凶悪犯、俺の筋書きにリアリティが加わる。ドラマはリアリティがないとな。せっかくだ。他にも何件か行き詰まってた事件があるんだ。その辺もお前の仕業ってことにしといてやるよ。そうだな、何ひっくるめて懲役20年ってとこだ。かたや俺は署長賞は固い、昇格もあるかもな。俺は日本の中でもそこそこ物騒な町で育ったんだよ。あんたみてえな悪党もなかなかいなかったぜ。そりゃあ光栄だ。さ、立て。しばらくは留置場でおとなしくしといてもらうぞ。そうそう、おとなしくしとくのが賢いやり方だ。これ以上罪を重ねたくはねえだろう。さあ来い。なあ刑事さんよ。ああ、あんたなんで警官になったんだい。はっ、そりゃあ市民の安全を守るために決まってるだろう。他に何がある。はあ、話にならねえ。なあ、俺が昔日本でヤクザやってたの知ってるかい。そういや背中にご立派なタトゥーが入ってたな。凶悪犯にはお似合いだ。ヤクザってのはな、法律無視するのに大した抵抗ねえんだ。覚えとけ。ああ、オラッフッホーリー、アバヨー、ストップ right there。 Hey, we got a runner。 フリーズ。ホールダー。たく、浜の英雄が何やってんだ。荒川真澄が泣いてるぞ。久しぶりだな、カスカ。え、チリウさんですか。他に誰がいるってんだ。あ、いや、ずいぶん雰囲気が違えから。これでどうだ。本当にチリウさんだ。でも、なんでこんなとこに。話は後だ、もう片方も外す。手出せ。はい。すげえ。キルさん、こんな器用だったんすか。まあな、
来い、こっちだ。なんて俺を言っていいのか。キリュウさん、本当にありがとうございました。まったくだ。おかげで俺も逃亡ほう助の犯罪者だ。本当に申し訳ありません。冗談だ。はめられたんだってな。とんだ災難だったな。まったくです。それよりどうして俺が捕まってるのが分かったんですか？俺は今ハワイである仕事をしててな。まあ人探しだ。それで街中の情報にはアンテナ立てていてな。たまたまお前のことが耳に入ったんだ。そうだったんすか。キリュウさんがハワイにいてくれて命拾いしました。それにしてもその仕事ってのは。俺が戸籍上死んだことになっているのは知ってるな。はい、ご家族を守るためと。死んだ以上俺はもう存在してはいけない人間だ。だから俺は今ある組織の管理下にある。大道寺一派、日本の政財界に絶大な影響力を持つ、いわゆるフィクサーだ。大道寺一派。俺は一派の命を受けてある仕事に就いてるんだ。早速ですが仕事の話です。写真の人物の発見と身柄の確保をお願いします。一派が関わるような人間には見えねえな。何者なんだ？そろそろ懲りてほしいですね。その手の質問に答えたことがありましたか？聞いてみただけだ。パスポートは来週までに用意します。もちろん偽名ですが。パスポート？ええ、その人物はハワイにいるはずです。ハワイ。少しはやる気が出てきましたか？それでこっちに。キリュウさん、そんなにハワイに来たかったんですか？まあな。それでさて仕事に取り掛かろうって時にとんだ邪魔が入ったってわけだ。本当にありがとうございました。このご恩はきっちりお返しします。何でも言ってください。負傷数が一番。微力ながらお手伝いさせていただきます。まずは自分の心配をしろ。濡れ衣を着せられたにせよ、警官殴って脱走したことは事実なんだぞ。じきに指名手配される。しばらくは俺といろ。ただ金は貸してやれるが、パスポートまで取られたのは相当厄介だぞ。星の顔はバッチリ覚えてるんで、とっ捕まえて耳揃えて返してもらいますよ。それにあいつに言いてえこともあるんで。居場所は心当たりあんのか？いや、それがさっぱりで。まずは茜さんの家に行ってみるしかないかなと思ってます。なんか手がかりが見つかるかもしれないんで。道順は覚えてるか？え、まあ多分なんとか。なら道案内は頼んだぞ。
乗せてってもらえるんですか。本当に何から何まで。あ、肩揉みましょうか。事故るからやめてくれ。ありがとうございます。いや、すんませんでした。あまり目立ちたくはない。さっさと片付けるぞ。喧嘩ってのは相手を見て拳の振り方を変えるもんだ。
やっぱ半端じゃねえな。コツつかめたんじゃねえか？アロハ。ありがとうございます。アロハ。ありがとうございます。よう。いらっしゃい。ほう、連れか。ああ、こちら店長だ。この店はカラオケバーなんだが、寂れていて居心地がいいからよく使ってるんだ。寂れてて悪かったな。俺、春日一番です。桐生さんにはいろいろよくしてもらってます。春日さんか。どうぞごゆっくり。さて、まずは軽く一杯いくか。はい、喜んで。
よし歌うか。盛り上がっていこうぜ。情けなくて恥ずかしくて逃げ出したくなる時はあるかい。悲しすぎて虚しすぎて死にたくなる日はあるかい。俺はある。春日、でもまだ俺は俺を信じたいんだ。逃げねえし死ねねえ、なり上がるぜ。世界で一番かっこよくて強い勇者になり上がるぜ。世界で一番君を笑顔にできるような男に。答え合わせにはまだ早いぜ。どん底から夢見た姿へ俺と成り上がろう。そんなバカな。